わちゃわちゃ新規作成ゲストの細かすぎるプロフィール。よいしょ。はい、これはどういうことでしょう。はい、まあ、うん、プロフィールというとね、はい、まあ、大体は生年月日、出身地、趣味、特技など、うん、まあ、当たり障りのないことが書かれておりますけれども。ひどい。当たり障りないよね。まあまあ、そうね。すごいふわっとしか乗らないじゃないですか。うん、もっと詳しく、みんな小林くんのこと知りたいでしょということで。なるほど。私たち MC がより突っ込んだ質問をして、うん、新しい、そして細かいプロフィールを作りましょうといった内容ですよ。なるほど。はい。まあ、それをやることで、うん、これを見てる皆さんの誰かが、うん、ゆうちゃんのウィキを編集してくれる可能性も出てくる。そうだね。マジ？新たな項目追加されるよ。ウィキに追加されるんだ。今日で。そうね。はたまた新情報が出てきて、ウィキの情報から消される項目も出てくるかもしれない。ああ、まあそれはもうなんなら消してほしい。いくつかあるか。今日言っとく？マジ？今日言っとけば多分誰か消してくれるよ。ウィキペディア職人さん。そうかそうか。わ、うん、かった。じゃあちょっとあの心して答えます。そうしましょう。はいはいはい。で、まあ、うん、まあ我々が質問をして、うん、それに、小林くんが、うん、正直に。答えていただこうということですね。なんか顔がね、すごい楽しそうなんで。今までの収録の中で一番なかった。本当に。多分マリナンの S 心が出てきてるのか。いや、そんなことないですよ。まあ、それでね、うん、あのまずは公式プロフィール。あ、そうですね。はい、ウィキの前に公式があるんですか。そうそう、ネット上に。事務所の公式プロフィールはご覧の通りです。どうぞ。どん。小林裕介さんね、出身東京。趣味がヨーヨー、ドライブ、ゲーム、カラオケ。はあ、そして特技が空手、アクロバット、歌。かっこいいじゃん。はい、資格はね、まあ普通、運転免許、もろもろ。そして空手2段、うん、剣道2段、フォークリフト、はい、すごいじゃん。フォークリフト？フォークリフトってあの荷物をこうウィーンってあれを操縦できるってこと？操縦できる。かっこええやん。かっこええ。楽しそうやん。楽しいよ。なんならもう最近披露させられたから。そう、声優って何でもできるね。本当ね。もうメタのこと口にすると全部やらされる。いや本当に。俺それからもう言わなくなったもん、いろんなこと。しっかり企画されちゃうから、ね。そう、やってってなっちゃうから。あ、はいはい、はい。というのがまあ、ゆうちゃんの、まあ、事務所さんの公式プロフィール、うんうん。あの公式プロフィールから消したいこととかないよね。ね、ね、どうなの？いやあるよ。え、あるの？もう？あるの？ちょ、もう一回見せて公式プロフィール。消したいことありました？ね、何がダメなの？特技のアクロバットはもうちょっとできないから。まあ、年齢もあるし、 あとやっぱアクロバットってやってないと危ないよね。そうなのよ、うんうん、まあ、これでいきなりね、じゃあやってくださいって言われてね、そうそうそう、マット用意されても困るは困るね。困るからこれを消したいのと、ね、うんうん、あとなんか特技に歌って書いてると、うん、なんかもうちょっといろいろ恥ずかしいじゃん。歌えるんだそうって思われるじゃん。だからあのこの2つできればなんか置き換えとこ、何か。ちょっと待ってください、もう一回公式プロフィール見せてください。はいはいはい。ってなると、うん、特技が空手のみになるんですけれど。空手はいいんですか？空手はいいですよ。空手は持ちですもんね。ただあとはやっぱ特技空手だけだとちょっと弱いと。やっぱその特技にもアクロバットと歌の代わりになるものを用意した方がいいんじゃないかなと思いますよ。じゃあ今日それをなんか見つけ、そうですね、ちょっと見つけていきましょうか。はいはい。じゃあ特技は特技？急にお見合いみたいになったけど。質問タイムスタートでーす。はい、特技は、いやもうそうですね、人の匂いを嗅ぎ分けられるってのはどうですか？分けられるんですか？やればできるかと。おお、待って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 、やだ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 、絶対嫌だからね。人の匂いを嗅ぎ分けられる。匂いの嗅ぎ分け。匂いの嗅ぎ分け。書いとくのは自由です。今ちょっとここに書いてもらってますからね。嗅ぎ分け。嗅ぎ分け。あと特技。本当ね、趣味特技が基本なくて困ってる。難しいよね、そういうのってね。ゆうちゃんがこれすごいなって、見ててすごいなって思うところをなんか我々感じて、それが特技になる可能性もあるってことね。でももうすでにさ、特技が空手だったわけじゃないですか。うん、空手のなんか技とか。空手の技。特にこの技柔道とかね。すごいカメハメハみたいな型があるから、そうです。カメハメハ。違う。これ。ようやくしすぎ。これ。そうそうそう。これか。ああるの、こういうの。特にカメハメハ。カメハメハの型にしよう。型。先人に怒られる。じゃあ聞きたいことは。パンツってどっちの足から履く？何派？パンツ何派？あ、何派？パンツは最近ボクサーパンツになりました。お、最近ってこと？それ今までの？今までトランクスだった。お、トランクス。トランクスからボクサーパンツへ。で、どっちの足？何のきっかけで？きっかけ。どっち？どっち？きっかけ？あ、じゃあきっかけから聞こう。きっかけから。きっかけはね、なんだろう。ちょっとピシッと。
なんか締まってる感じにしたいなって思ったから、感覚を引き締めたかった。引き締めたかった。気持ちを。気持ちを。なるほど。はい。そして、どっちですか。どっちですか。ねえ、俺のどっちの足からを拾ってよ。ちょ待って。今思い出してる。聞いてんだから。ね、左から。左から履くんだ。軸足が右ってことですね。あ、そうだね。そしたら左からだ。そうだ。おお、すごい。俺全部右だ。あれ？逆なんだ。俺たち合わないわ。なんだ。利き腕利きの関係もあるのかな。え、左利きだ。あ、それはあるか。そうかもね。あ、なるほど。それもあるかも。右利き？右利き。足はキックは？右。どっちも右。右派。右。全部右。なんか意味深だね、右派。右派。パンツは左から。ろくなプロフィールにならねえ。マリナはないの、なんか。普段じゃ好きな番組とか、テレビ番組。テレビ見ないのよ。あ、見ないんだ。じゃあ YouTube は、好きな YouTube。YouTube は、よく見る YouTube。知識を蓄える系。雑学とか。雑学だったりとか、まああとその自己啓発本のこういう内容ですっていうのをなんか要約して説明してくれたりとか、そういうあまりバラエティー見ないんで。あ、そうなんだ。あ、じゃあ知識になるようなことをよく見ているっていう。やる予定は YouTube？ YouTube。お、やりたいなとは思ってる。お、やるとしたらどういうのをやりたい？やるとしたら。やっぱ声を使った何かをしたい。誰とやりたい？誰と？ある、ちなみに一人でやりたいか誰かでやりたい。でもいろんな人をゲストに招いて。あ、じゃあ自分が MC として出て。そう、それこそ男女ともに。はあ。やっぱりさ、なんかどうしても男同士じゃないとなんかっていうようなあるじゃん。もうわかんない、ここ MC は男女だからあれだけど。まあ嫌なファンの方はもしかしたらいるかもね。人によってはね、絡んでほしくないみたいな、見たくないって人はいるかもしれないね。でも俺こう作品柄男一人で他みんな女の子みたいな現場がすごい多いから、話しやすい人って男女とも今どっちかというとやっぱ女子の方が多かったですよ。だからそういう人も男女関係なく呼んで、何か声で、それこそ芝居でもいいし、二人でなんかデュエットで歌ってみるし、声を使った何かをやれたら面白いなと。歌ってみた。歌ってみた。ざっくり。歌ってみたがやりたい。やりたいこと歌ってみた。ああ、いいですね。あと何があるかな。なんかあれは、その人間観察じゃないけどさ、俺結構そういうの好きなの。人間観察。で、なんかそういうのができる人って、俺ゆうちゃんも同じ匂い感じる時があるんだけど、なんかこういう喋りの場所でなんかこう間を狙って喋ったりするのがすごく得意な気がするのね。それは確かにある。ある。俺その気遣いな性格だから、あんまり自分が前に前にっていうの苦手なの。でもやっぱり周りが喋らないと、あ、でも自分がやんなきゃって思うし、喋ってくれるんだったら、あ、じゃあ俺は聞きに回ろうってなるし、そこはまあ人というか空気を読むのが意外と得意かもしれない。なるほど。空気を読む特技。特技、気が利く。気が利く。特技なのかそれ。人柄。気が利く。人柄。そうね。でもそう思ってもらえてるの嬉しい。そう、俺はゆうちゃん見ててそう思う。話聞き上手な感じがする。あ、まあそうね。相談とかされることが多いから、必然的に聞きに回ることが多い。それ似てんだよね、俺とゆうちゃん。あ、でもそれは感じる。そう、俺もよくされる。欲しいと似た者同士って書いといてください。あ、そうね。いいね。欲しいと似た者同士。いいね。今度からそういう、そういうのが年寄りに似てる。じゃあ俺の方には小林裕介に似ているってこと。ウィキペディアに追加しといてください。ちょっと待って。何でもね、追加してくれるからね、ウィキペディアに。そうね。でもなんかそういうの、でもさ、なんか芝居の現場でそのなんか被らなくない？なんか例えばオーディションで被るとかってあんまりなくない？まあ確かに、まあその声質はさ、もしかしたら似てるのかもしれないけど、そのジャンルは、でも芝居の質が全然違うから。そうなのかね。今後やってみたい役とかは。あ、それはね、悪役やってみたい。なんかもう正義の匂いがするもんね。するね。そうし、こう敵役をやっても最終的には主人公チームの仲間になるってことが多いから、そういうのがない、もうみんなが、いやもうほんとこいつ早く消えろっていうぐらいの、もう極悪、誰からも理解されない悪役ってやってみたいな。今後のじゃあ目標ですね。やれたら人が見てて。昔さ、例えば見てた作品とかでまだリメイクとか、今リメイクブームですけど、されてなくって、あの役
やってみたいみたいなのがある？言っていいの？こういうの。いいんじゃない？されてないくてされる予定がなければいいんじゃない？はい、ダメだったら多分 D が入ります。D が入るから。いやもう元の方も大リスペクトした上で、もちろんそれはもう大前提、大好きだから。うん、ランマ2分の1。それはもしリメイクしたらオーディションで会うことになるだろうね。そうだね。いやランマでもさ、まあ、うるせえがリメイクされたわけだから、うん、その後なんかやんなくなった気持ちはあるよね、もちろん。うるせえなぁ、そうね。でも俺ランマ2分の1がきっかけで声優を知ることになったし、もう未だに憧れの人はカッペイさんだから、うん、あ、じゃあもうランマを狙うわけですね。あ、でもやれたら、うん、俺もうこれ以上自信がつくことないと思う。ないね。ああそうだね、の人と一緒。すごいオーディションになりそうだわ。いや俺もランマの、ランマのキャラソンめっちゃ聞いてた。わかる、いいよねランマのキャラソン。いいのよ。そうなのよ。ザ・キャラソンみたいな感じだってね。そう、うちの天道道場イソロですね。ほんとさ、あの当時あんなにキャラソンを歌ってたコンテンツってないよね。いやもうみんなあそこら辺からだよね。そうそうそう、成り立ってるのが素晴らしいキャラソンだと思う。ねえ、だからもうまあ、受かんなくてもいいけど、最悪オーディションにだけは絶対呼んでほしい。そうね、後悔したくないと思う。おい、それは本当に思うわ。いや、いいですね。みんなやりたいんじゃないかな。うん、そうだと思うよ。でも譲りたくないこと、ね、はい、今ちょっとまとまったやつちょっと改めて見てみましょうか。はい、特技、匂いの嗅ぎ分け、カメハメハ。そしてパンツはボクサー派で左足から履きますと、はい、そしてやりたいことは、まあ、YouTube でやりたいことを歌ってみたを、まあ、デュエットとかでもやってみたい、はい、そして人柄は気が利きますよと、はい、そしてトッシーと似た者同士です、はい、ね、やってみたい役は悪役、はい、ね、そしてゆくゆくはランマ2分の1をやりたいと、はい、ちょっと楽しいですけどね。いいんですか、このプロ、どうですか、ご自身のゆうちゃん的には。まだ足りてないとこなんかありますか、うんうん、消したいとこあります。消したいところ、消したいところ、ね、消したいところあの、でもこれをウィキに書かれて、うん、ウィキを初めて見る人はなんだこいつって思うことしか書いてない。そうね、もっとなんか、まあ、だからあの、いや、まあ、書くときにだからあの出典わちゃわチャンネルって書いてるから。それは多分あのウィキペディア書く人上手に書いてくださる。そうですね。じゃあもう書く人の技量にお任せ。綺麗に書いてください。優しいな。何書いてもいいです。カメハメハはちょっとな。はい、そうね、優しいですね。まあちょっと皆さんこれあの分かるように、初めて見る人も分かるように書いていただけると非常に嬉しいです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、わちゃわチャンネルで作った小林雄介さんの細かすぎるプロフィールはこちらで完成です。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、ぜひね、何かしかもう良ければ公式プロフィールに加えていただいても構いませんということで。そうですね、はい、あのマネージャーさんもいらっしゃってますから、はい、まあ、あのここでちょっとね、あのあこれいけそうだなっていうやつは追加しておいていただき、ちょっと後で喋っといて、ね、上手に使っておいてください。よろしくお願いします。さあ、ということで、今回合計4本の、動画に、うん、出演していただきました小林さん、はい、もういよいよお別れのお時間なんでございますけど、はい、最後になんか言いたいこととか、まあ、我々に聞きたいこととか、うん、ね、何かあればぜひお願いします。いやめっちゃ楽しかった。よかった。お芝居入った、今ちょっと。いや入ってねえ。入ってねえ。入ってねえ。俺さ、こんなにまだ会って1回目2回目の人に、ね、さ、お前なとか言うことなかなかないからね。ツッコミ上手だね。でもそれを笑ってあのやり過ごしてくれるあの井上さんも素敵だし、そう、ねね、もうなんかもう大体俺のこと分かってるからうまくあしらってくれる人もいるし、なんだろう、こんなにやりやすくて肩の力抜ける番組ってなかなか興味珍しいんです。すごい楽しかった。本当に俺とマリナンもね、多分こんなに楽しくやりやすかったゲストさんいなかったってかもしれない。それはちょっと角が立つけど角が立っちゃうけど、ね、ちょっと角が立つけど楽しかったね。そう、楽しかった。本当に良かった。ありがとう。良かったです、うん、いや、これ皆さん、いや、ちょっとわちゃチャンネルのスタッフさん、いい人見つけたんじゃないですか。レギュラーでって言ってたんで、この3人ならね。ね、じゃあということでこの3人限定ということなんで、はい、またこの3人で集まる時があれば、うん、ぜひお願いします、はい、お越しいただければと思います。改めまして今回のゲスト小林雄介さんでした。ありがとうございました。さあ、ということでわちゃわチャンネルは毎週日曜日の夜9時に番組配信、そして水曜日はゆるめの動画アップしておりますよ。はい、チャンネル登録と高評価、そしてコメントもぜひよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、さようなら。